あらあら、こんにちは。これが今回の配達物ね。ご苦労様でした。いつも遠いところまで来てくれてありがとう。とっても立派よ。あら、ちょっと顔に元気がないわね。長旅で疲れちゃったのかしら。ほら、こっちにいらっしゃい。先生のお膝で休んでちょうだい。よしよし、いい子ね。真面目なあなただからきっと少し頑張りすぎちゃったのね。でもそんなまっすぐなところに先生もたくさん助けてもらったわ。キラキラとした思い出を作ってくれた自慢の生徒よ。あらあら、キラーン、初音ちゃんだぞ。こんにちは。しちょうど今寝ちゃったみたいなの。疲れてたみたいだからこのまま休ませてあげましょう。だからその間にね。あら、おはよう。うん、元気になったみたいね。よかったわ。はい、これ。あなたが寝ている間に用意しておいたの。それじゃあもう一仕事頑張ってちょうだい。先生とっても期待してますよ。かっこいいところ期待してるよ。ファイトファイト。これからもよろしくお願いします。疲れた時はまたいつでも先生のところに来るのよ。無理だけは禁物ですからね。それじゃあ、いってらっしゃい。